アートとは答えがないのがとても面白いと思ってるんですよね。特に現代アートはジャッジメントを作品がするというよりは、作品を通してそれを鏡のようにして自分の中を見ていく、そういう内省的な存在だと思っているんですね。で、これだけパンデミックやら、それから地域紛争、ウクライナ、ロシア、自然のその地震だとか災害だとか、いろんなことが予測不可能なことが起こってますよね。その時に私たちはどうそこに対応したらいいのか。今まで、これまで20世紀的な考え方だと、いろんな科学技術を使って将来をこう予測しながら安全に安全に生きてきたと思うんですけど、それが通用しない時代に入ってきてるんですよね。全く予想だにしなかったことがどんどん起きてるわけですから、その時に普段から現代アートに触れている感性っていうのは、その予測しなかった出来事にどう対応するか、どう身近な存在としてそれを受け止めるかっていうことを訓練しているような、そんな気がしますよね。見えないものとの対話ってよく言いますけども、現代アートの場合は新しい視点で それまでの常識的なこととか、あと当たり前だと思ってきたことを疑ってみたりとか、いろんな視点を与えてくれるわけですよね。で、それが全く新しい何かと出会った時に、それに対応するようなその構えみたいなことですけどかね、それをこう日頃から培ってくれる、全く見知らぬ存在と出会うわけですから、現代アートなんて特にね、わけのわかんない作品がいっぱいあるわけですから。でもそれもやはり人間から生み出されたものなので、どこかに糸口があって、でそれをこう紐解いていった時に、何かこう全く知らないストレンジャーなものが自分の身近な友達のような感覚になっていくとか、よくありますよね。特にミーツ運動とか、いろんなその人種の運動なんかもここ最近激しくなってますよね。それも自分と違う何者かを、に出会った時にどう対応していいのか、言葉も通じない、宗教も違う、皮膚の色、髪の毛の色、目の色まで違って、そういう生物と私たちは一緒にこの地球上の上で暮らさなければいけない、そういう時に全くストレンジャーなものとどう対面して、どうそれと付き合っていくのか、ここにアートの大きな使命があるような気がしているんですね。前に、哲学者の鷲田秀一さんとお話しした時に、鷲田さん、アートってお祭りのような感じなんじゃないかっていう話をしていて、でそれはどういうことかっていうと、全く違う考え方を持ったさまざまな人が町内会にいるとして、でその人たちってのは決して意見の対立に議論をしたら意見の対立にしかならないんだけれども、その町内会でやる例えば盆踊り大会、それに集まってくる人たちはなんとなくふんわりとそのコミュニティを形成してるんですよね。別にそこで何か議論をぶつけ合わせてどっちが正義かを正すんではなくって、なんとなくこうそこにいる、分かって、なんとなくこの分かり合えるっていうかな、そういうことが文化の力、アートの力なんじゃないかって、お話しされてたんですけど、僕も全くそういうふうに思いますね。だから特に現代アートはいわゆるダイバーシティ
インクルージョンというのがありますけど、 いろんなこう考え方、それから感じ方を持った人たちが現代アートの世界にどんどん入ってきていて、それでどんどんいろんな表現をしていくので、そこはもう百花繚乱のごとくですね、人種のるつぼでもあるし、宗教のるつぼでもあるし、さまざまな人種のるつぼであるわけですよね。そういうものと接することで私たちはいつの間にか、全く見知らぬ他者と何かこう一緒に過ごせるようになっていくっていうかな、そのことがとっても重要な世界になっているような気がします。先ほども言った予測不可能な出来事、それから全く違う考え方を持った人間たちとの出会い、そういうことを日頃から経験させてもらえる、そういうこう感性を、想像力を培ってくれる、それがアートの役割、社会的意義、それこそが本当のアートなんじゃないかなっていう気がします。